ピジョンポイント灯台、ピジョンポイント灯台、ピジョンポイントライトステーションはカリフォルニアの太平洋岸で船を案内するために1871年に建てられた灯台。アメリカ西海岸で最も高い灯台、ポイントアリーナ灯台と同順位である。現在でも沿岸警備隊の航海を助けている。サンタクルーズとサンフランシスコの間、ペスコデイロの南にある沿岸道路、 国道1号線上にある。で、白い石造りのこの塔は、典型的なニューイングランドの構造に似ている。主要な幹線道路からのアクセスが容易であるため、多くの一般市民が訪れている。この塔台とその周辺は、カリフォルニア州立公園の、ピジョンポイント灯台歴史公園、ピジョンポイントライトステーションステートヒストリックパーク、として保存されている。灯台は、 国家歴史登録財やカリフォルニア歴史的建造物に指定されている E.W. スクリプスカンパニーのロゴにも使われている太平洋岸にある最も美しい灯台の一つである岩がちの,の岬の上に立っており長きにわたって南からサンフランシスコ湾に来る船のランドマークとなっているこの岬そしてそこにある灯台は1853年に ここで難破した船キャリアピジョンに由来している。明かり室には1000ワットのフレーネルレンズが設置されていたが、現在はない。実演的な目的ではもう照らされていないレンズは、24個のフラッシュパネルを有し、1008個の手で研磨されたレンズとプリズムで構成され、ろうそく50万本以上のパワーの照明を生成することができる。これはフランス。 パリのヘンリー・ラプラス社により製造され、1872年11月15日の日没時にピジョンポイントで最初に点灯された。もともとは生成されたラード油、豚の脂肪を燃やすランプが付けられていた。1888年にそのランプは鉱物油、ケロシンランプに取り替えられた。10秒ごとに一つの白色光の割り当てられた特性を作り出すために、 1>, 1トンのレンズが4分に1回転した。遠くから見ると10秒に1回白色光が出るように見えた。レンズの回転はもともと時計仕掛けでの重りで動かされていた。1926年に電化された。現代的な技術革新が行われ、灯油のオぶランプは1000ワットの電球に置き換えられ、電動モーターによる時計機構と電気で動く霧信号所がようやく設置された。 カリフォルニアの歴史的建造物番号930に指定されている。1972年、アメリカ沿岸警備隊は、東台の前にのエアロビーコンを取り付け、現在はより小さいものに取り替えられている。正式に、フレネルレンズを通常は使わないものとした。一時、フレネルレンズは1872年の発展当日で、ある11月中旬、11月15日に、 最も近い土曜日に普通行われるレンズ照明の年間行事など特別な行事を祝うためにも点灯されることはない。レンズは2011年11月に灯台の上部から取り外され、現在は灯台の台座に隣接する霧信号所の建物に展示されている。レンズ室の外の登場部の小さなベランダに乗せられ6本のビームで回転するは現在でも航海に役立っている。 近年、レンズを取り外した人々から得られた最新情報により、レンズ重量の値が更新された。長らく4トンと報告されていたが、実際にはその値は、レンズの完全な出荷重量と、その回転時計の機構であり、正しい値は、レンズ重量が1トン、時計が1トン、それを入れるための78の輸送用の木箱が2トンで、合計で4トンと、改めて報告された。 構造物の上部にある金属歩道を支える電ガ作りが崩壊しているため2001年12月よりツアーでは入ることができない。鉄よりも中鉄が使われ中鉄は鉄のように水を反発するのでなく水を吸うすという不幸な結果をもたらした。よって歩道はひどく錆び、灯台の土台にある主要な高速リングバンドも同じようになってしまった。 カリフォルニア州立公園の組織は修理を約束しているが、資金が手に入ったとしても修理が完了するまでに7年から10年かかると推定されている。2010年7月、アンナ・ジー・エショー、ディ・パロアルト議員は、自身が2011年度内部及び環境重当法、フィスカルイヤー2011インテリア、アンドエンバイロメントアプロープリーシャンズアクトに基づき、 要請した340万ドルのち、東大の上部を修復するために25万ドルが配分されると発言している。復元された東大州の住宅は、1960年代半ばより、旅行者のユースホステルとしても利用されている。このホステルは、ハイ USA により運営されている。ハイ USA は、若者が、 ユースホステルに宿泊することを通じて、世界とその人々をより深く理解できる、要支援する非営利団体である。東大の北にある4棟の3つのベッドのある家は、すべての年齢層のグループや個人旅行者が宿泊している。各家に、男性用、女性用の2段部屋と個室のオプションがある。世界各地からの来るホステルのゲストは異文化間の、 交流を促進するためにきちんとリビングを共有する。夕方に屋外の温水浴槽をレンタルすることができる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。